にちは、350の荒尾ひな子です。地球温暖化とか気候変動とか、あと最近では気候危機という言葉をよく聞くようになったと思うんですが、実際にはどんな危機に私たちは直面しているのかなどを分かりやすくシリーズでお伝えできればと思っています。ではチャプター1は気候変動の原因についてカバーしていきたいと思います。まず最初に自然科学、地球がどんな風になって暖かくなっているかっていう自然の中の仕組みと、あと後半では化石燃料産業がどんな役割をその中で果たしているかっていう、大きく2つの側面から見ていきたいと思います。ではどうして地球の温度が上がっているのか、自然科学の方からいきますね。まず地球にはこう太陽の光がこうどんどん当たっているんですが、その中で少しの熱はこう宇宙に逃げて、そして少しの熱は地球の上にとどまっています。でそこで出てくるのが温室効果ガスというものなんですが、皆さんがこう春先にこうジージャンを着ているようなのを想像してほしいんですが、熱が当たっても熱が去っていくのでそのまま涼しいままでいる。ただこの温室効果ガス、このジャケット自体が例えば急にどんどん分厚くなってダウンジャケットのようになっていったとしたら、こうどんどん太陽を浴びる中で皆さんこう汗ばんでくるのが想像できると思うんですね。でそのジャケットになっているのが温室効果ガスと言われているものです。ではそれがどんなものでできているかというと、この表を見ていただきたいんですが、一番重要なのが、一番上の二酸化炭素ガスとその下のメタンが重要なとこですね。で見ていただきたいのは、二酸化炭素ガスは化石燃料の、燃焼によってっていうと、ここも大きなポイントです。じゃあそれが何でなのかを見ていきましょう。まずこれ右側が日本の温室効果ガスの排出量で、左側が世界なんですが、両方とも共通するのが、右側見ていただくと、こう二酸化炭素がもうほぼ9割以上ですよね。二酸化炭素とメタンが、で左側を見ていただいて世界なんですが、二酸化炭素とメタンを全部合わせると世界全体を見てもこの2つがもうほぼ9割近く、それ以上を占めているっていう状況です。そこでもう一つ注目していただきたいのが、このグラフを見ると赤の部分が石炭、オレンジの部分が石油、そして黄色の部分が天然ガス、これらを燃やして出た二酸化炭素の量を表しています。で上のこう点々のところが二酸化炭素のグラフになっていて、化石燃料がぐっと増えたところで二酸化炭素もぐっと増えているのが見えると思います。これで化石燃料を燃やせば燃やすほど大気中の温室効果ガスの一番大きな割合を占めている二酸化炭素がこう増えていってるっていうのが分かると思います。そしてこの二酸化炭素はじゃあどんなものから出ているのかというと、一番右側のこうエネルギー部門は電気を作るための発電だったりとか、あとはこう産業部門、鉄鋼業などの重工業とか化学工業ですね。そして運輸部門、家庭部門となります。どの部門もほとんどが化石燃料を燃やすことで出てしまっています。ここでのポイントは、二酸化炭素を一番多く排出しているのはエネルギー転換部門、発電などで、ここを再生可能エネルギーなど二酸化炭素が大量に出ないものに変えていくことがとても大切です。ただこの円グラフは直接排出量といって、電気などはすべて最初の発電所で二酸化炭素排出量のカウントがされているので、実際に私たちが省エネをしたとしてどれくらいの影響が与えられるかが分かりません。そこでこちらを見てみてください。直接排出量は電気を作っているところで二酸化炭素の排出をカウントしたもの、間接排出量は電気を使っているところで二酸化炭素の排出をカウントしたものです。家庭部門を見ると、直接排出量だと 4.6% です。これは天然ガスと灯油の利用だけを数えています。間接排出量だと電気の利用も足されて 14.6% になります。ということは、家庭の電気をみんな自然エネルギー、再生可能エネルギーに切り替えたら全体から 10% 削減できますね。ただしここでもう一つ大切なポイントが、私たちが直接個人的に貢献できる家庭部門の 14.6%、 これは決して小さくはありませんが、全体の2割にも届きません。私たちがどんなに省エネをしても、発電方法の変換や産業単位での省エネなど
大きな構造、社会のシステム自体に変化がないと、私たちがエコなライフスタイルを実行したとしても、この問題が解決されないのがわかると思います。では、次の化石燃料産業の方を見ていこうと思うんですけども、まず最初に化石燃料ってじゃあよくさっきから聞かれてますが、じゃあ何かっていうのを見ていくと、石炭と石油とあとは天然ガスっていうのが一番大きい分野であるんですね。ではどうして大量の化石燃料が燃やされているかっていうことなんですが、中学とかのね授業で習った人も多いと思うんですが、産業革命っていうのが18世紀の後半頃にあって、でその前はこう人間の力だけじゃ何かが足りない時は牛にこうなんか引っ張ってもらってこう畑を耕したり、あとは風車とか風の力を借りたり、あとは川の流れ、その流れを利用して何かをしたりとか、自然のそのままの力を、そういった力を利用して何か大きなことを起こそうとしていたんですね。そんな中で産業革命では石炭っていうものをこう燃やすと、そこでこう水蒸気でスチームエンジンを回すことでものすごいパワーができるし、あとは自然の近くじゃなくても大都市とかでもこうたくさんの産業が起こせるっていうことが分かって、それでこうガクッと物の作り方とかが変わったんですね、根本的に。でそこからこう長い間をかけて石炭の後に石油が見つかって、そして天然ガスっていうふうにこうたくさんのこう地中に埋まってる化石燃料を掘り起こして売るっていう化石燃料産業が今ではすごく大きくなりました。でどれくらい大きいかっていうと、それぞれの産業の収益高を比べてみるとなんと世界で第3位なんですね。でもその中でこう地球から何かこう資源を得て物や商品として売るっていう部門では第1位となっています。エクソンというとても大きな石油会社があります。化石燃料会社の一つですね。そこで40年前に彼らがもうすでに気候変動がこのように起きてしまうということが分かっていたってことが発覚しました。例えばマーティン・ホハートさんはエクソンのためにリサーチをした科学者の一人で、エクソンに対してこんなとんでもないことが起きてしまいます、これが分かりましたってしっかり報告してるんですね。その40年前に分かった時点で彼らが、あ、化石燃料を使うとこんな大変なことになります、だからもう売るのやめますねって言ったのかというと、そうではなくって、まずそういうデータが出たことを公表しなかった。そしてすぐにタバコ産業も昔タバコはしばらくの間体にいいんだってことをこうバンバン宣伝して、タバコを吸うこととガンとか結びつけられたことが分かった時に、もうその情報が出回らないように、そして出てきたとしてもたくさんの人がそれを疑うようにこうチームを作ってすごいプロパガンダをやって成功したんですね。長年お医者さんがこうタバコを吸って CM 出たりとかそんなことをしてたぐらいなんですが、そのチームを雇って化石燃料もこう使っても大丈夫だ、大事なクリーンで安全なエネルギーだっていうふうに、そういうふうな宣伝をしました。で結果的に何が起こっているかというと、30年以上にわたってたくさんの科学者たちが化石燃料を燃やすのは危険だと言っていた声がかき消されて、また同時に政府もたくさんのお金を化石燃料産業に助成金として渡しています。例えばこちら G20、世界の 85% の経済を回していると言われている、先進国と、あと最近先進国レベルに経済が発展してきた新興国と呼ばれる20カ国のことを G20 と言っているんですが、年間50兆円も日本の国家予算の約半分ぐらいのお金を化石燃料産業に助成金として渡しています。それに比べて再生可能エネルギー、二酸化炭素を出したりしないクリーンなエネルギーと言われるものに対しては年間10兆円、その5分の1程度しか助成金は今出されてない状況です。助成金とは別にこの G20 では石油、ガス、石炭関連事業に対して融資、お金を貸すという公的支援をしています。年間で少なくとも 8.3 兆円、日本では年間少なくとも1兆円以上の公的支援を石油ガス石炭関連企業に対して行っています。でそこでここで皆さんにこのグラフを見ていただきたいんですが、こうシリーズね全部終わるとこのグラフがどういった意味をするかっていうのがよくわかると思うんです。この黒いこう上の漏れになっているのが二酸化炭素の排出量なんですね。残念ながらこう
どん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 増えていって、まあ、リーマンショックでね、上の方でちょこっと下がったりしていますが、基本的にこう上がっていってる感じなんですね。でその後にこうグレーのぐっと下がってるこのラインですが、この減らし方をするとだんだんみんながこう安全で将来も暮らしていけるって世界が手に入るって、これだけ二酸化炭素の量を急激に、ローラーコースターよりも急激っていうぐらいですよね、もう垂直落下みたいな感じでこう落としていかなきゃいけないんですが、これは自然科学的に言えば、この、はい、二酸化炭素をこれだけ減らせばセーフ、私たちは安全な未来を手に入れることができますということなんですが、じゃあなんでこんなに急降下しているかっていうと、ちらっとこの年数を見ていただいて、例えば40年前に分かった時点から対応していたら、このカーブっていうのはすごく緩やかなものだったんですね。あのお宅の屋根にも太陽光パネルつけて、あ、それがいいねってこう親戚の中で広まって、ちょっとずつそういったものが広まっていけばこう解決できるっていう、そういう形だったんですが、40年前なら。でも今はそれだけ長い間化石燃料会社がそういった事実を隠してきた、そして同時にたくさんの政府が分かった時点で必要とされる行動を取らなかったことが原因で、今はこれだけ早く大きく二酸化炭素の排出量を減らさなければいけないという状況になっています。その2つがポイントでした。そんなことになってたなんて、あなたはどう感じる？気候変動基礎クラス。次回の予告は、地球の温度は実際にどれぐらい上がってるの？です。